か。お願いします。よかった。ねえねえ。つけておこう。人来ないな。ちょっと待ってて。Mm-hmm.
ねえ。ありがとう。いいでしょ？さてと。ありがとう。帰ろっか。おう、帰ったか。
さて、始めましょうか。さてと。どれにします？
ようこそお越しくださいました。ゆっくり見ていってください。どれにします？どれにしますか？ごゆっくりどうぞ。ありがとう。帰りましょうか。よし。
てと。
帰ったか。やるじゃねえか。
よしよしよし。おう、帰ったか。書くか。お？よし。もないな。我が輩たちがちゃんと現実を見せてやんねえとな。最近の若いやつは。さてと。
それはね。よし、よし、よし、よし。おう、帰ったか。やるか。お？よーし。
さてと。誠の言う通りだぜ。なんだか少し嫌な予感がする。お前は特に危険なんだ。気をつけておけよ。こんばんは。お願いします。ごゆっくりどうぞ。
やるか。いよいよ明日か。我が輩たちの仕事は終わってる。見守るしかないな。今回の当選は国民の皆々様のお力添えの賜物と身にしみる思いでございます。やっぱ指導だよな。選挙やるまでもなかったよね。それだけに私は自分が許せないのです。奥村氏が他界したのは、いや死を葬ったのは私です。一連のショッキングな事件を怪盗団の仕業だと情報操作したのもこの私です。人の心を操作し、自分の手を汚さぬまま多くの被害者を生み出していたのは私なんです。全ては私自身の出世、いや私利私欲のためでした。なんだ。私は国家という船を我が物にする野心のため、人の命すら踏み台にしてきた。どんな罪状で裁かれても足りぬ大罪人なのです。すべて告白します。皆さん、どうか私を裁いてください。この命をもって償えるなら、今すぐにでも裁いてほしい。ちょっと何、指導さん。嘘だ、指導さん。よっしゃ、みんなグラス持て。じゃあ僭越ながら、この旅は仕切り出した。まあそう言わないで。文句あんなら指導に言え。ピンバッジなんかに即参門だからな。じゃあその諸悪の根源、
指導正義はついに。お母さんの仇取れた。皆さんのおかげです。ありがとう。私もお父様の無念を晴らせました。頑張ったよね、みんなね。指導は有罪なのよね、お姉ちゃん。今すぐ起訴するのは難しいわ。でも余罪の因果関係が立証できるまで徹底的にやるから。きっと若葉さんの研究結果が日本を救うことになる。俺らが証言してもいいんだぜ。ありがとう。でも大丈夫、あなたたちに余計な権限を増やしたくないし、いい加減大人がしっかりしてるとこ示させてよ。あ、こいつの学校はどうなった？復学して大丈夫だと思うわ。確かにあなたの顔は関係者に割れてしまっているけど、いきなり捕まえに来るような強硬な手段には出ないと思う。少なくとも指導の自白の混乱と自殺報道の騒ぎが収まるまではね。いずれ私とあなたがやり玉に挙げられる事態は避けられないでしょうけど。死んだと見せかけた喧嘩、もともと警察がしっかりしてりゃんなことも起きなかったのによ。もちろんできる限りのことはするつもりよ。今度は私があなたたちを守る。指導の起訴はその一歩ね。なあ、いつ乾杯するんだ？そうだな、乾杯だ。本日は誠に乾杯。乾杯。乾杯。私行くわ、指導が病院に搬送されたって。ああそうだ、打ち上げもいいけどほどほどにね。せっかく彼も戻ったんだし、学業にも本腰入れないと。よくわからんが何を聞く気だ。まあ人気のことは置いとこうぜ。三島の好きにさせといてやれ。つけておこう。